皆さんこんにちは、小場です。田村です。はい、今日のテーマなんですけれども、成績が悪いから塾に行かせるは逆効果ということで、塾講師衝撃回答ということの記事を扱ってみたいと思います。はい、概要欄に記事貼っておきます。今回の記事なんですけど、前回もね、扱わせていただいた乾さんという方の記事だそうでございます。ちょっと中身読んでいきたいと思います。成績が良くない時にですね、塾や予備校に行かせても問題はなかなか解決しないということなんですね。はい、むしろ塾とか予備校に行けばかえって成績が下がることの方が多いというのが結論なんですけど、うん、結構これ怖いですよね。そうですね、ちょっと怖いですね。普通はね、ご家庭の特に保護者の方からすると、うん、成績落ちてきたからなんか塾行った方がいいんじゃないみたいな、はいはいはい、まあ、結構その日本中のご家庭で繰り広げられてる、うん、やり取りだと思うんですよ。はいはいはい、まあ、だからそうではないとおっしゃってるわけですね。逆張りみたいですね。そうです、うん、はい、実際中学受験を振り返ってください、はい、ね、まあ、振り返るというよりも中学受験してない人の方が多いですけどね。まあ、そうですね。はい、まあ、一応読んでいきましょう。小学校の成績を上げるために進学塾に通わせる親はいません。まあ、確かにそうですね。はい、小学校で良い成績を取るのと中学受験で成功するのとは考え方やり方は全く異なります。学校の定期テストで成績を上げたいのか、大学受験に向けての成績を上げたいのかをまずは明確にしましょうということですね。うん、これがあやふやだと望めない結果が得られませんとね。これ確かにおっしゃる通りで、はい、受験勉強と学校のテスト勉強、まあ、やっぱり、まあ、同じ英語数学ね、理科社会とはいえね、結構違う言いますよね。全然違いますね。うん、はい、なので学校の成績を上げたいのであれば、学校のノウハウを持った塾や個別指導を選んでください。うん、中高一貫校では独自のカリキュラムで学習を進めることが多く、各学校の特徴を知った上で指導する必要があるからです。まあ、確かにこれはそうですね。うん、結構学校ごとによって、特に中高一貫は私立が多いですから、カリキュラムがかなり千差万別ですよね。はいはい、英語にかなり力を入れている学校もあれば、うん、まあ、結構なんか公立のね、中高みたいなペースでしか進んでいかない学校もあるし、うん、そうですね、なんならなんか超進学校なんじゃないかぐらい進んでるけど、うん、全然生徒がついててないみたいな学校もあったりするし、まあ、いろいろですよね。はいはい、うん、で成績が良くない最大の原因は分かっていないことではなく、できるまで演習していないことですと。うん、でその意味でも、まめな先生、まめな塾、個別指導が最適ですということなんですね。なるほど。はい、まあ、これなるほどと思いました。うん、次に、大手塾や予備校に行かせるのは平均点が取れてからということの見出しなんですけれども、平均点が取れないうちに大学受験の勉強をしても空回りするだけですと。うん、学校の成績が良くない時に大学受験の勉強をするのは、風邪をひいているのにハードな練習をしているのと同じです。学校の勉強がうまく回転して初めて先取りの学習ができるのです。うん、平均点を英語は超えていて数学は超えていないならば、英語の塾予備校は OK ですが、数学は学校の成績アップを第一目標にしてやってみてくださいということですね。まあ、これもね、なるほどと思ったんですけど、またこれ後でね、コメントさせていただきたいと思います。はい、で次に書いてあるのが、まあ、成績が悪い時は、ね、親が最大の理解者になるべきだと。うん、叱るんじゃなくて一緒に改善策を考えていこうねみたいなことが書いてあります。まあ、こちら読まないので後で皆さん見てみてください。はい、はい、で次ですね、若子が塾に行きたくない、自分で勉強すると言い出したらどうするということなんですね。うん、自分でやるっていうのは、実はね、お子さんからの SOS だというふうに書いてあります、記事。これはすごくいい話ですね。うん、成績が向上しない結果、勉強を自分ですると言って塾や予備校を辞めていった子供が本気で自分で努力して結果を出したのは見たり聞いたりした記憶はありませんと。まあ、まあ乾先生はそういうふうに言い切ってて、まあ、わかんない、日本中探せばね、いるかもしれないけど、うん、僕も似た気持ちです。はいはい、うん、別に自分の塾だけに限らず、はい、自分でやると言ってやめていって、そこからうまくいったっていう生徒さんの方が圧倒的に少ないです。うん、僕はね、見たり聞いたりしたことがないとまでは断言しないけど、いないことはなかったけど、はい、サンプル数で言ったらめちゃめちゃ少ないなっていうふうに思いますね。なるほど。で考えてみれば、当たり前の話で、その道のプロである塾や予備校の先生に助けを借りてできなかったことが、一人でなったらできるというのは無理があります。うん、自分ですると子供が口にした時は、勉強から逃げたい、今は勉強したくないと思っている時です。本気で勉強するつもりであれば、教えてもらった方が効率がいいことは誰でも分かることです。うん、もちろん大学受験直前になって勉強のスイッチが入った子供が、時間効率や時間帯効果を考えた上で自分でするというのは別ですと。うん、そう、僕もね、こういう例はあるんですよ。なるほど。うん、それこそ例えば週に1回予備校とかで授業を受けてたけど、もう自分でも先取りやっちゃって、もう塾の授業も復習みたいになっちゃってると、はい、だったら過去問もっと解きたいから、うん、まあ、ちょっともう夏でやめますみたいなこととか見たことあって、普通にそういうね、難関で受かった子とかは全然見たことあるんですけど、はいはい、その確かに逃げ出したいという方向で辞めた子っていうのは、まあ、ほとんどね、受からないなっていうイメージですね。確かに。自分一人で解決できる問題よりも、自分一人では解決できない問題の方が多いのが現実です。ネガティブな気分の時には、ネガティブな情報に目が行きがちになると。それをね、気分一効果というらしいですね。はい、はい、僕も知らなかったんですけど、うん、そんな場合に貴重なアドバイスをくれるのがメンターの存在です。うん、信頼できるメンターに相談してみてください。解決の糸口が見つかるはずですということですね。なるほど。でここね、またちょっと宣伝っぽくなっちゃって申し訳ないんですけど、やっぱこれ本当大事なんですよね。はいはい、うちなんかは個別指導をして
るんで、やっぱり相談できるその講師の先生がいるっていうのがまず結構でかいと思うんですよ。1対1なんでね。そうですね。悩みなら何でも言えると。で、うん、しかもそのメンターだけじゃなくて、その担任っていう人間がつくわけですよね、はいはいはい。うん、だからまあ講師とはまた別の担当者がついて、うん、保護者の方との面談の時とかはその担当者が出てくるんですけど、そうですね、はい、そういう人間が出てきて対応するので、例えば講師の関係でちょっと言えないことがあるとか、うん、まあオンラインなんでね、揉めることはほぼないんですけどね、うん、ただまあそういうのとか、例えばその先生をね、結構リスペクトしてくれてるがあまりちょっと先生にも恥ずかしくて言えない、はいはいはい、悪い成績取っちゃったとかっていうのを担任に言ってくれたり、はいはいはい、保護者さん経由で話ができたりとかっていうのもあるんですよ、うん、だからその乾先生というメンターというのをうちが 100% できてるかは分かんないけど、でもそういう存在やっぱり用意してるのと、うん、してないので、やっぱりこうフォローの体制がやっぱ違うんですよね。これやっぱそうですよね、うん、でやっぱそのご家庭から見ると、うん、じゃあその担任って何してんのと、ね、数ヶ月に1回面談しに来るだけじゃんって見えるんですけど、やっぱり僕らはその担任である以上、その先生さんの学習進捗とかを見てるわけですよ、裏で、はいはいはい、うちなんかその講師ミーティングとかもやってるからね、毎週やってますね、うん、やってるやってる、うん、なのでそういうもので実はね、裏で結構手厚く見てるよっていうのが、まあ、1個あるということですね。なるほど、はい。で、まあ、実際ね、そういったことがね、書いてあって、その後ですね、自分でできること、できないことの、こういくつかの列挙なんかもしてくださっておりますので、とてもいい記事なので、読んでみてほしいなというふうに思います。はい。はい、で、さっきね、後で1個コメントするよって言ったところに戻りたいと思うんですけれども、平均点が取れてから塾とか予備校に行きましょうっていうのは、僕はね、非常にこう、わかりやすくて、いい表現だと思いました。わかりやすくていい。うん。はい、ただ、本質的には、そうではないかなと思う部分があって、はいはいはい、結局、学校の成績が平均以上だったら、うん、その学校の今までやった範囲が完璧かっていうと、そんなことないわけですよね。確かに、一夜漬けでそのテストの前日に詰め込んだみたいな、そんな可能性もあるし、正直平均点っていうのは、うん、まあね、ある程度できてるだけにしか過ぎないので、多分抜け漏れ大量にあるんですよね。はいはいはい、だから、まあ、分かりやすく、多分この記事とか本の中でおっしゃるために、うん、一旦平均取ってから先取りやろうねって分かりやすいので、全然僕はアグリーなんです、はい、ただ僕の考えではもう少し、まあ、普段 YouTube では細かく話をしているので、はいはい、ちゃんと復習が終わってから先取りをしましょうねっていう、うん、その別になんか学校と塾っていう対比で別に語る意味はなくて、はい、とにかく復習がしっかりできたら次先取りだよねって話で、例えば高校2年生の生徒さんがじゃあいらっしゃいました、うん、ね、新高院の生徒さんです、正直中学の文法怪しいですってなったら、はい、ね、別に僕らは学校の、ね、テストで平均点取ってから来てねって言わないじゃないですか。言わないですね。だから入塾してもらったら、いや、とにかくじゃあ、はい、中学文法やるよと、中学からやります、中学単語やるよ、はい、もうとにかくダッシュで詰め込んで、うん、やれるようにして、で次高1レベルやって高2レベルやって、で、ああ、やっと先取りで高3レベルだねと、はいはい、いうことをやるわけじゃないですか。徐々に徐々にステップアップさせてやる感じですね。でそれって別にだから学校だから塾だからとかじゃないので、はいはい、まあ、そこはちょっと注意が必要かなと。確かに。ただ多分一般的に言うと、やっぱ皆さんが思い浮かぶ予備校塾って集団授業だと思うんですよね。確かにそうですね。そっちの方がまだ多数派ですよね。そうそうそう、うん、そうなると確かに集団授業だと自分に合わせてくれるわけじゃないから、はいはい、で平均以下の段階で、ね、先取りとかしてる塾に入っても何のこっちゃ分からんと、うん、いうことはやっぱなりかねないわけですよね。これはその通りだと思いますね。うん、いや大体こう予備校とかだとなんか東大クラスとか、はい、ね、総計クラスとか、なんか医学部コースとかあるって入るわけだけども、うん、やっぱりもうみんなレベル高いから、はいはい、先取りしてるんだよね、うん、ある程度は、うん、ってなるとやっぱ学校の平均取れてない子がいきなり先取りっていうのはやっぱりこういきなりちょっとね、ジャンプが大きすぎると思うので、まあ、そういう時こそ、まあ、そのうまく復習がしっかりできて予習もしっかりできる塾を選んでほしい、予習というか先取りですよね、はいはい、できる塾を選んでほしいなというふうに思いますね。そうですね。そういったやっぱ授業についていけない生徒っていうのは、うん、ぜひやっぱ個別指導だったりマンツーマンでその人に応じたなんかこうプログラムだったり勉強方法を教えてくれるようなところを見つけるのがいいかなと思いますね。ですね、うん、なので、まあ、そこだけねぜひ皆さん認識していただければと思います。はい、はい、というわけで本日の話以上なんですけれども、またですね Amazon の欲しいものリストからギフトを頂戴しましたので開封したいと思います。はい、はい、ちょっと今回ですね、はい、非常に大きくて、はい、今さっと隠しましたけど、送り主の方、はい、あ、失礼しました、はい、大丈夫です。はい、見えてないと思います。はい、でかいのでめちゃくちゃでかいです。オープンって書いてあるけど、はい、あ、ちょっとミスったかもしれない。はい、ハサミで開けます。はい、すいません。はい、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 オープンってさ、この封筒に書いてあるからさ、はい、ビリっていけるのかと思ったらいけないという。はい、ありがとうございます。はい、あ、これはですね、僕が私物で私物もらったものですね。なるほど、はい、今回は、お、美味しそうですね。お腹減ってきますね。スープ、はい、多分ちょっとグリーンバックとあれなんで一致しちゃってるんでよく見えないかもしれないですけど、はい、スープをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。僕スープ好きなんですよ。あ、なるほど。美味しいですよね。はい、はい、僕のプライベートの多分欲しいものリストから送ってくださったという感じでありがとうございます。ありがとうございます。せっかくもらったんで、うん、これね袋に分かれてるんで、うん、インターンのみんなと分けて、あ、
まあ、ちょっとね、会社では食器がないから、はい、ね、みんなで持ち帰って、ね、コーンクリーム、ポタージュ、オニオンコソメ、あ、美味しそうですね。ちょっとみんなで分けて持って帰りましょうね。はい、はい、頂戴してありがとうございます。ありがとうございます。はい、まあ、これからもですね、キャス STV、小場所チャンネル、いろいろね、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。